長バンディクートは、哺乳孔バンディクート目、耳長バンディクートか耳長バンディクート属に分類される有体類。耳長バンディクートかは本種のみが厳正する。別名ウサギバンディクート、ビルビ、フクロウサギ。オーストラリア固有種体長オス35から55センチメートル、メス29から39センチメートル。 おながオス20から29センチメートル、メス20から28センチメートル。体重オス1から2.5キログラム、メス0.8から1.1キログラム。全身の毛衣は青灰色。尾の毛衣は黒く、先端の方は白い。尾の先端は体毛で覆われない。次回は大型で長い。砂漠に生息する。夜行性。白アリのアリ塚の下やヤブに 長さ3 0 0トル、深さ40から6 0トルの巣穴を掘る。植生は雑食で、昆虫、果実、種子、球根などを食べる。腸角と嗅覚を使い食物を探す。繁殖形態は体制。周年繁殖し、平均20.4日おきに発情する。妊娠期間は約14日。1回に2から3頭の幼獣を産む。 幼獣は生後80日ほどで育児脳の外に出る。メスは生後150日で生成熟する。開発や放牧による生息地の破壊、人為的に入された動物による食害などにより生息数は激減している。飼育か繁殖した個体を絶滅した地域に再導入する試みが進められている。耳長バンディクートが巣穴に果実、種子、 球根などを持ち込む生態と植生の再生の関係が研究されている。ボランティアによる調査に用いるマニュアルが作成された。2005年3月17日現在、オーストラリア国内の17か施設がアーラスパに登録した個体を飼育。保護区アレット、リカバリーリザーブは外周を高さ1.8メートルの金網フェンスで囲った区画が複数あり。 中央区画の面積は52平方キロメートルで2000年4月にマナートーの飼育施設から再導入した個体数は9頭。北区画には、同動物園から2003年に8頭を、2005年に10頭を受け入れている。2004年、同じ区画に放された15頭は、サウスオーストラリア州シスルアイランドから送られた。 2008年時点で再導入した個体数は合計42等。ありがとうございます。